今からムスパパ氏が仮面ライダーギーツについて語りたいそうだ。飽きずに聞いてやってくれ。さあ、ここからがハイライトだ。いやー、仮面ライダーギーツ、めっちゃ面白いよ。戦闘シーンもかっこいいけど、物語上の謎を早く解き明かしたいって感じだね。特に今回のエース様が記憶を消されたけど、鏡を見たり自分のポスターを見たりする日々のルーティンに記憶を消された時の対処法になっていたとはね。エース様はキザでいけすかないナルシストっていう設定なんだけど、それも全て記憶復活のための伏線だったの？って感じですよ。ほんと狐の化かし合い。そんでこれ完全なる息子パパの妄想なんですけど、ゲームに勝ってゼラチンになったらデザイアカードに書いたことが現実化するならば、いつの間にかエース様が運営になっていたらっていう展開があったら面白い。例えば前回のエース様の願いはデザイアグランプリの運営と家族になっている世界ですよね。エースがその文字に何らかの仕掛けをして、ここの文字が消えていたりしてしたら、いつの間にかね、ゲームマスターのギロリとエースの立場が入れ替わっていたとしたら、めっちゃ熱くないですか？ムスパパならね、そういう仕掛けをするね。例えば、紙に炙り出しとか。いや、それは文字が浮き出るやつか。あとはですね、ムスパパが技術に熱望してやまないのは、我らが鬼シスターの志田琥珀ちゃんと、タイクーンのお姉ちゃんの志田ねねさんは、実の姉妹なんですよね。なんとかしてね、この二人が絡んでる展開が見たくてたまらない。例えば、タイクーンと鬼シスターが、世界が入れ替わっちゃうとかね。鬼シスターがね、お姉ちゃんっていう妄想がね、どうにか止まりませんよ。まあ入れ替わるんだったらね、ナーゴの方がね、映えるかもしれませんけどね。魅惑のインフルエンサー、猫シスターとかかな。戦闘シーンもね、技術はね、めっちゃかっこいいよね。エース様無双が爽快すぎてたまらない。ナーゴやね、タイクーンなんかね、まだまだって感じだけど、今後の展開としてはね、デザグラをね、運営とかスポンサー対仮面ライダーっていう展開になりそうだから、きっとバッファやナーゴ、タイクーンの力も必要になってくるんだろうね。まあそんなこんなで息子パパの雑談に付き合ってくれてありがとう。バックで作っていたのは、はい、そうですね、ウサギでーす。来年の干支はウサギ年だからね。2023年もマイペースに動画制作やっていくから、暇な時に見てくれよな。それじゃあ、また。